射撃をしてますね、明らかに。これが一番安全なんだ。最高すぎる。そうです。嘘でしょ。カメラ回ってない時に釣らないでください。釣りました。31かな。釣れないの。暑い。暑いの。どうかな。シャローの方が可能性あんのかな。え、本子か野村前か。だとしたらもう野村前で粘るか、それともここもうちょっとやってみるか感じ。全然立ち切りもついてると思うんだけどな。ててももうほんとレンジがわからん。思ってるより深いのかもしれない。深いんじゃん。だからといってそれを責められる何もないんだよね。責める術がない。どうしても浮いてきちゃうからね、軽いし。多分ジグソーまで強めちゃうと食わないだろうし、超むずい、超むずいって。なんならクラピーです。いや、真面目にクラピーは釣れる気がするんだけどな。タツキに引っかかったら終わるけど、タツキがないと釣れないしな。エビを感じない。エビってた。あ、治った。
れてる。助けて。クラッピー、やばくない？なんかね、今、うおってね、巻き上げてくるときに重くなったと思ったの。あ、ちょっと。やばー、どうしよう。ちょっと待って。やり。待って、今、冷静になれない。あるよ。はい。いいね。33くらいあるね。33.5。34あるか。はい、顔ください。イエーイ。34。なんとなんと。なんとなんと。痛い。なんとなんと。エリアクランクの。ラッキークラフト、マグナムクラピー。やったー、これで釣りたかったんだー。逃げたら終わる。やばくない、この字。で、俺になっちゃうから。もうありがとうございます。私ハードプラグで釣れたの初めてなの。ありがとう、釣れてくれて。マジもうタックンあと1匹で頼む。もうどっちかが釣ればいいんだよ。頑張ろう。言っとくけど今2人ともわけわかんないの見つけてる。どうする？する。いいよ。野村行く？もうそろそろ時間だしね。野村で粘って1時までやるか。やろう。もう私は満足だ。満足しちゃったよ。あと1匹欲しいけど、それはもうタークに釣ってもらおうっと。いや私もやるよ、頑張るけど、別に1匹ずつ釣ってるしよくね。豆でいいから欲しい場合どうしたらいいかな。健康にスワンプマイクロのダウンショットとかなくはないよね。まあね、あそこ数入ってるんだったら。そうだよね。でもなぁ、いやぁ、しよう。2匹釣れたからこそ瞑想するわ。ああ、お腹すいた。パンも食べてきた。え？全然食べてない。でも食べる時間がない。飛ばない。先っちょ食いだ。変更。あ、ちょっとオフセットだったから。でもオフセットじゃないとあそこには入れられない。ノンソル見つかったの？違う、ノンソルじゃない。でもありだ。オフセットで針ちっちゃすぎた。でかくしよう。丸飲みするかなと思ってさ、ちっちゃくてもいいかなとか思ったけど、遠慮勝ち。確かに遠慮勝ち。
ップに出ると、あ、私トップというか、うん、でも落ちパクだったな今の。慌てちゃってダメだな、待ってたら飲んだかもしんないけど、食ったとか思っちゃったよ。いやーマジか。でも消し際打ったらありそうだな。よっと、時間大丈夫だよね。今俺のもデカめのが追ってきてた。45分だ、ギリ。よいしょ。24。24、残り15分。ラスト15分で、やっとリミットメイク。リミットメイクフィッシュ、ありがとうちびっこ。線香2インチ正義。さあ、結果発表をいたしますので、時間経ったら順にどんどん発表していきます。坊主からということで、じゃあ62、ビッグマウスバイトクラブ、おはようございます。景品あるんで、23位鏡オリジナル、78.5センチ、22、ヒルデプスルシケツシチェンって感じです。おはようございます。80センチです。何本だ。21、暴走のドンファン、おはようございます。81センチです。じゃあ17位、釣りジャンキー、おととし何位だったの。おととし3位。すげえな。
一昨年はちゃんとチーム戦だったじゃあ第5位DJMF。 おはようございます。チームの目標がリミットメイクということだったんですけども、今回、坊主のチームが10組以上いるぐらい結構厳しい日だったので、もう本当なんとかもう最後諦めかけましたが、リミットメイクできてよかったです。いつもライトリグばっかりやってる私ですが、今回初めてだと思います。ハードプラグでブラックバスをすることができました。実は今年このルアーで釣ってみたいなっていうルアーがこれだったんですけど、ラッキークラフトのクラピーシリーズ、マグナムクラピー DR というものなんですけども、実はエリアトラウト用のルアーで、エリアトラウトやらないよって人には馴染みのないクランクだと思います。で、今回なかなか厳しい中でライトリグを投げても反応がいまいちだったので、ちょっとこれを投げてみたらなんと釣れてくれました。もう釣れた時、まあ魚が結構無抵抗だったので、ちょっと重くなったな、木でも釣ったかなって思ったら魚がついててびっくりみたいな感じでした。もう釣りたいルアーで釣れたのですごく嬉しかったです。まあ、今回朝まさかの車がパンクというトラブルもあってですね、ちょっと大会の参加も危ぶまれたところもあるんですけども、無事参加できて楽しむことができて、リミットメイクもできて、釣りたかったルアーでも釣れて、本当に満足な一日でした。ちなみに今回のチーム名、チーム嫁おこなんですけど、嫁に怒られてもそれでも釣りに行きたいという相棒の願いを込めた、まあそれでも釣りに行くカップにはふさわしいチーム名だったんじゃないかなと思います。まあ実は相棒が勝手につけて、私もエントリーの報告が来るまで知らなかったんですけど、まあちょっと会場でも受けてたのでよかったかなって思います。深い意味のない意味深なチーム名でした。それでも釣りに行くカップ、来年もぜひ参戦したいと思っています。というわけで、それでも釣りに行くカップ、楽しそうだなって思ってくれた方はぜひグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。釣り講 TV のめぐたすでした。バイバーイ。